こんにちは、素人歴史研究家ルファです。ネーボです。僕たちの周りには豊かな歴史を持つ魅力的な観光地が数多く存在しています。これらの場所は単なる美しい景色や楽しいアトラクション以上のものを提供してくれます。それはその土地固有の歴史的背景、伝説、そして時に忘れられた物語です。このチャンネルでは観光地それぞれの歴史を深掘りし、訪れる価値がなぜ高いのか、その背景にあるストーリーをお伝えしております。歴史を通じてそれぞれの場所がどのようにして今の姿になっていたのかを探っていきましょう。前に江ノ島の伝承に関する動画をいくつか配信しましたが、今回は江ノ島の社紋と北条家の家紋の三つ鱗の謎の伝承についてお話ししていきたいと思います。三つ鱗って何ですか？三つ鱗というのは三つの鱗のことです。こんな感じです。鱗には見えないですね。三角が三つあるだけに見えますけど。ネーボ、よく見てみてください。しっかり見れば鱗に見えてくるでしょ。鱗ですか？鱗、確かに鱗に見えてきました。ネーボは単純ですね。で、三つの鱗が何でしたっけ？それではこちらの図も見てください。あ、ちょっと普通鱗と似てますね。でもこれが何なんですか？最初の黒いのが北条家の家紋で、次に見せた赤い紋章が江ノ島の社紋なんです。この2つが似ているのには訳があるんです。今回はこの紋章にまつわる伝承をお伝えしていこうと思っています。それ面白そうですね。でしょ。それではまずは北条家と江ノ島の関係についてお話ししていきます。そして動画の最後に、今回はですね、今日の内容を AI の歌にした動画といういわゆる MV みたいなものをですね、作成したので、そちらを最後に見ていただいて内容の方を再確認していただきたいなと思います。内容が分かれば非常に面白い歌となっておりますので、ぜひ最後までご視聴お願いいたします。北条家は鎌倉時代に鎌倉幕府の執権として権力を持った家系です。北条時政が初代執権として権力を掌握し、その後も北条氏の支配は続きました。特に第2代執権の北条義時や第3段執権の北条泰時など、歴代の執権は幕府の政治を主導しました。鎌倉幕府は源頼朝が起こした幕府ですが、中盤から後半は執権の北条家の方が力を持つため、鎌倉時代というと北条家のイメージもかなり強いと思います。北条家の方ってなんか名前が似ててよくわからなくなるんですよね。確かに北条家に限らず歴史では家系が同じだと名前が似たりしますからね。では一度おさらいしましょう。北条時政は頼朝の嫁の北条政子の父親にあたる方です。そして第2代執権の北条義時は政子の弟で、初代時政の子供です。そして第3代の泰時は第2代目の義時の子供にあたる人物なんです。なるほど。北条家は初代から3代目まで親子3代で執権だったっていうことですね。そうなんです。頼朝が亡くなって以降は後継者問題で、源家はどんどん力を失っていくのと同時に、それを支える北条家の力がどんどん強まっていくんです。江ノ島は神奈川県藤沢市に位置する小さな島で、古くから信仰の対象となっていました。特に江ノ島神社は海の神、北条の神、芸能の神として信仰され、多くの人々が訪れました。江ノ島はまた鎌倉とも近いため、鎌倉幕府との関係も深いものがあるんです。北条家と江ノ島の関係がよくわかるエピソードは、8代執権の北条時宗の時代です。時宗は第8代執権として鎌倉幕府を支配し、元寇の際には元の軍の侵攻を防ぐために尽力しました。江ノ島は時宗の祈願の場としても重要でした。彼は江ノ島弁財天に戦勝祈願を行い、その結果として元の侵攻を退けたと伝えられています。ってことは元寇を食い止めたっていう神風の嵐は海の神様である弁財天様の力だったっていうことなんですね。ああ、
僕もネーボのように単純にそう考えられたら幸せなんですけどね。でも時宗の心の拠り所にはなっていたかもしれませんよね。そんなこんなで江ノ島弁財天は北条家の庇護を受け、鎌倉幕府の時代にますます重要な神社となりました。江ノ島は北条家の信仰の中心地の一つとなり、多くの武士や庶民が参拝するようになりました。それではここから本題で、なぜ江ノ島神社と北条家の紋章に三つ鱗が使用されているかのお話です。室町時代に成立した軍記物の太平記にはこんな伝承が残っています。昔々北条時政という人がいました。彼は日本の歴史にとても大切な人物で、鎌倉幕府を作る手伝いをした一人です。ある時彼は江ノ島という場所に行き、家族がこれからもずっと幸せでいられるようにと神様にお祈りしました。時政さんは21日間ずっと祈り続けました。そして祈りが終わる夜、突然目の前に美しい女性が現れました。この女性は弁財天という神様で、赤いズボンに青い服を着ていました。弁財天は時政さんに話しました。あなたの前世は箱根法師という人で、日本中の大事な場所に仏教のお経を収めたおかげで、またこうして生まれ変わったのです。あなたの家族は日本を治める大切な家になるでしょう。でもいつも正しい行いをしないと家は7代以上続かないかもしれません。もし私の話が信じられないのなら、日本中の神聖な場所を調べてみてください。話を終えると弁財天は突然大きな竜に変わり、海へと消えていきました。その時大きな鱗を3つ落としていきました。時政さんはこれを幸運の印と考え、この鱗を北条家の家紋としたそうです。そして弁財天の言う通り、日本中の神聖な場所を調べに人を送ったら、本当に大法師時政と書かれたお経の筒が見つかったそうです。その後北条家は三つ鱗の家紋とともに繁栄し、鎌倉幕府の有力な一族となったんです。すごい。女神様はお家が7代以上って言ってましたけど、北条家は何代まで続くんですか？現行のお話では8代までは続いていましたもんね。最終的には17代まで続いたんですよ。ただこれは執権が変わったのが17回ということで、子孫17代続いたというわけではないんです。兄弟などに執権を移したこともあったんで、吾妻鏡には9代とされているので、女神様の7代より2代長く続いたんです。これも女神様のご加護かもしれませんね。そうかもしれないですね。それではここでネーボと視聴者さんにクイズです。江ノ島の出現の伝承には女神様と龍神様が登場します。女神様と龍神様の関係で次のうち正しいものはどれでしょうか？ 1. 女神様が現れた時、龍神は悪事を働いていたが女神様に惚れて改心した。 2. 龍神はもともと江ノ島に住んでおり、女神様が来た時に江ノ島を追い出された。 3. 女神様が江ノ島を創造し、龍神はその創造を助けるために現れた。 4. 龍神と女神様はもともと人間で、姿をそれぞれの姿に変えられてしまった。さて視聴者さん、ネーボ分かりますか？これは前に動画にした内容ですよ。確かに前に聞いたことがあるようなないような。そうですね。あ、確かお腹を空かせた竜に女神様がしらす丼を作ってあげて仲良くなったっていうお話じゃなかったでしたっけ？いや、ネボ4択ですよ。そんな選択肢はありません。正解は1の女神様が現れた時、龍神は悪事を働いていたが女神様に惚れて改心したですよ。以前の動画は概要欄に貼っておくので、もし興味のある方は見てみてください。ネーボにも説明したはずですよ。そうでしたっけ。なんかお腹が空いてきちゃって。いかがでしたでしょうか？三つ鱗の紋章の伝承、面白いですよね。このお話を知って江ノ島に行くと、三つ鱗の社紋を見つけたくなると思います。江ノ島神社には社紋が至る所にあるんですよ。そうなんですね。隠れミッキーみたいで探すのもなんか楽しそうですね。そうなんですよ。観光地の歴史や伝承を知っていると、またそこに行く楽しみが増えていいんですよね。皆さんも江ノ島に行く際はぜひ探してみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。
それではですね、最後に AI で作ったこの話のストーリーをですね、主題歌にしたものをですね、最後にお聞きください。それではどうぞ。昔々ほど時政という人がいた。彼は日本の歴史に大切な人物。鎌倉幕府を作る手伝いをした。江ノ島で家族の幸せを願い、神様に祈った。江ノ島の風に乗せて朝の祈りは届いた。天才天が現れて家族の永遠の幸せを伝えた。21日の祈りの後、夜に現れた美しい女性、天才天が別れに言いました。あなたの前世は箱根星でした。江ノ島の風に乗せて時政の祈りは届いた。天才天が現れて家族の永遠の幸せを伝えた。日本中の聖地を調べなさい。本当に大奉仕時政の器用が見つかる。天才天波竜に変わり海に消えていった。江ノ島の風に乗せて時政の祈りは届いた。天才天が現れて家族の永遠の幸せを伝えた。三つの鱗を印に北条家墓門も作り、鎌倉幕府の有力な一族、歴史にその名を残した。江ノ島の風に乗せて時政の祈りは